相手がどうとか関係ないんですという話をしました。まあ、そこで、まあ、ちょっと検討しますということで、まあ、何日か経ってから結局竹村さんじゃあ出てくださいという話になりました。だからそのもちろん安倍晋三さんという地盤です。ものすごい強固な保守な、どこ行っても自民党しかいない。市議会議員26人、34人のうちの26人が自民党。そんなとこで誰も声を上げない。もう野党はもうこじんまりと隠れて社会活動しているような感じに見受けられる下関。まあ、もちろん広島もそうだと思うんですけれども、そういったところで、まあ、どこ行っても結局竹村お前よう出たなと、勝てるわけないのにどうやってよう出る気になったなみたいなこと言われるんですよ。だけど相手がどうこうじゃないんですよね。例えば自民党が今の一般市民の方の人々の安心した生活ができてるんであったら僕は出てないですよね。僕は立ち上がってない。本当に生活が苦しくなくてみんなが幸せだったらもう言うことないです。自民党様々それでいいと思ってたんです。だけど実際そうじゃなかったということに気づいたわけですね。それだったらもうやっぱり世の中変えるしかないと思ってます。政治がこの世の中を狂わして25年以上のデフレ、本当にそれでも消費税が上がる、このコロナで大変な時にもかかわらず世界50カ国以上が消費税減税しているにもかかわらず、日本苦しんで中小零細企業が潰れていく中、全く保障がされない、そんな政治でいいんだろうかと。政治が世の中を壊してきたんだったら政治で世の中変えられるって分かったわけですね。だから僕は政治家になろうと。バッジとか議員とか関係ない。とりあえずやっぱり元凶である今の自民党、安倍元総理、今の菅政権、もうめちゃくちゃなんですよね。そこを変えていきたいという思いで立ち上がりました。皆さんのお力を借りないとやっていけないと思っております。一人一人の力で世の中が変わるんだ。一人一人が投票に行かない限り世の中が変わらないと思っております。投票率がどんどん下がって与党は政治なんかに興味を持たなくていいんだよと、のほほんと生きてりゃいいんだよみたいなことを言っとる人がおるわけですよね。一部のお金持ちの有権者と組織票とお金持ちの会社と、そういう人たちが味方についてたらたかだか3割の投票率だって自民党が勝てるんだっていう。だから皆さん寝ててくださいなんて言われてる、こんな世の中ありえないんです。そこでたった2人の参議院しかいない令和新選組なんてちっぽけなもんで、まだできてばっかり間もないそんな令和新選組ですが、一人一人の思いをいただいて自分たちが本気で世の中を変えたいと思ったら変えれると僕は思っております。ですからそこに力を貸していただきたいという思いで、今日はちょっと本当に申し訳なく思っておりますが、広島の方にも来させていただいて、私は中国ブロックの代表、比例代表でもございます。もちろんまずは安倍晋三を倒したいという思いがあります。安倍晋三元首相は今あちこち下関にガンガン入ってきて、でいろんな有権者の方を集めてこそこそやっておられます。こそっと帰ってきてよろしくよろしく、大したことは何も言ってない、よろしくお願いしますって回ってる。今までの選挙はそんなことなかったんですね。ですけどそうやって自分がしてきたことにやはり
何か思いがあるんでしょう。今までいろんな問題をうやむやにして隠して嘘ついて人の税金を自由自在に使ってそういうことをしている人間が今回はちょっと危ないと思っているのかもしれません。私がどうこうではなくてですね、もういい加減自民党員の方も最近ダメだな、自民党員の安倍さんダメだなという人もいます。自民党員の方ともよく話をすることがありますのでいろいろ聞きます。自民党員やけど竹村君を応援するよという方もいらっしゃいます。そんな人が人の人たち、そしてそれを受け継いだ菅政権、そこに忖度せずガチンコ勝負できるのはもう令和新選組しかないと思っております。他の野党だってもう忖度して分かりませんけども、だけど令和新選組が変えていきたいとそういう思いでおりますんで、なんとか皆さん力を貸していただきたいと思っております。ちょっと固くちょっと話を長くさせていただきましたけれども、私の今の思いはもともとはもう誰がどうこうじゃないないんですと。ただ目の前に安倍さんがいたからもう仕方ない、安倍さんを倒すしかない、本気で戦うということです。一生懸命頑張って戦い抜こうと思っております。もう死ぬまで政治家目指して頑張っていきますので、皆さんどうか力を貸していただければと思います。どうぞよろしくお願いします。